この番組はヤマハ株式会社、ヤマハ発動機株式会社、ウイニングイレブンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。静岡県袋井市のエコパスタジアムです。プロとして14年間左足で私たちを魅了し続けたレフティー名波浩。今日その引退試合に日本代表として戦った仲間たち、そしてジュビロ磐田のチームメイト、エコパスタジアムに集まりました。ゴン中山がいます。キングカズもいます。そして世界のヒデもいます。非常に豪華なメンバーにスタジアムもいっぱいになってきました。この試合の実況はSBS の伊藤圭介、そして両チームの情報は松永直子、紀藤理恵両アナウンサーでお送りします。ステンレジュビロ、そしてアズーリジャポーネということで2チームに分かれて戦います。ステンレジュビロはジュビロの星たち、スター集団と意味です。2002年ジュビロ磐田完全優勝の時の選手が中心となっています。前半はそのステンレジュビロが白いユニフォームで戦います。一方アズーリジャポーネ、まあ、アズーリ青という意味ですけれども、青い日本、1998年フランスワールドカップ日本代表選手が中心です。前半はこのアズーリジャポーネが青いユニフォームで戦うことになっています。前後半今日はユニフォームの色がまた変わりますので、そのあたりは、ご承知おきいただきたいと思います。元日本代表の選手たち、そしてジュビロの黄金時代を中心とした選手たちが集まりました。エコパスタジアム2時現在の天候晴れです。気温は9度8分、湿度は 50%、 西北西の風が 5.2 メートル、やや強めの風が吹いていますが、ピッチ上大きな影響はありません。本当に大勢のサポーター、サッカーファンがこのエコパスタジアムに詰めかけました。前半名波は背番号10番をつけて戦うことになります。日本代表フランスワールドカップの時の背番号10をつけてキャプテンマークを巻いている名波浩。今日はこの名波さんが全て前半後半のメンバーを決めたということになっていますけれども、さあ、ステンレジュビロのキャプテンマークは背番号2番の鈴木秀人選手でした。2009年、去年のシーズン限りで、この現役を引退するということが表明されました。さあ名波選手は今日どんな、まあ、今日は選手と言いたいんですけれども、名波さんがどんなプレーを見せてくれるのか非常に楽しみになってまいりました。さて、この放送席実況は私伊藤圭介でお伝えしてまいりますけれども、前後半もうゲストにですね、プレーイング、コメンテーターということで来ていただいております。今ようやくスタンバイができましたけれども、ゲストを紹介しましょう。ステンレジュビロ藤田俊也選手、アズーリジャポーネ沢登正明さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。背番号10番同士の今日なんか静岡ダービーみたいな感じで前半はゲストとして放送席に座ってもらいましたけれども、名波さんの今日の引退試合、沢登さんいかがですか。いやもうこれだけねたくさんの方がこの名波の引退試合にね、うん、集まってくれてね、本当にあの、はい、盛大なあの引退試合になってますよね。そうですね、はい、何か元代表の選手からですね、そのジュビロの黄金時代の選手から何かこの J リーグの歴史とか日本代表の歴史をね、うん、こうなんかいろんなことが蘇るような、ね、メンバーですよね。まあ、本当そうですね。豪華メンバーの中、うん、本当にね、楽しいサッカーがね、はい、できるといいですね。そうですね、はい。さあそして藤田さんですが、今試合の方は始まりましたけれども、はい、藤田さんは名波選手よりも、まあ、ジュビロでもそれから、まあ、清水商業でも一つ先輩なんですけれども、はい、まだまだ現役で。そうですね、昨日も中山さんと僕と名波と会ってたんですけども、はい、順番がなんか違うんじゃないかって、はい、ね、僕らが先じゃないかってなんか寂しい思いはしますけど、はい、まあでも今日の試合ではまた、はい、俺は現役なんだっていうのを後半またね、トシさんに見せてもらいたいなと思いますけど、多分見せてくれますよ。いやいや、だからハードル上げるはい、お願いしますよ、はい、それでは前半のゲスト解説お二方よろしくお願いいたします。それではメンバーを紹介してまいりましょう。まずジュビロからいきましょうか。ステンレジュビロのメンバーを紹介してまいりましょう。ゴールキーパーは大神智明選手、97年にはベストイレブンに輝いた選手です。そして右サイドバックは森下仁選手は、順天堂大学時代名波選手の同級生でした。そして鈴木秀人選手、そして大井健太郎選手は現役です。左サイドバック、
山西選手は今ユースのコーチをしています。そしてミッドフィルダーは奈良岡選手は現役、三浦文武選手は、藤田選手よりさらに一つ上の清正の先輩ということになりますね、はい、そしてジュビロでもプレーしました、はい、さあ早速コーナーキックは奥大輔選手が蹴ります。29番、さあ奥選手も98年のベストイレブン、ゴール前に上がりましたがちょっとファーに抜けてきました。さあまだボールはありますよ。白いユニフォームが前半のステンレ・ジュビロです。そして青いユニフォーム前半アズーリ・ジャポーネ。さあジュビロ、川口信夫選手は今最後行きましたかね。さあ17番は秋田豊選手です。メンバー紹介のを続けていきましょう。川口選手の姿も非常に懐かしいんですけれども、ステンレ・ジュビロのこれ後半のメンバーですよね。これ後半のメンバーです。すみません、前半のメンバーの途中だったんですけれども、後半のメンバーはご覧の通りです。はい、あミスチルの桜井さんも今日はね駆けつけてくれたという七海選手の、まあ、親友です。 ILB というのは七海さんがベネチアに行くときに、ね、作った曲で、あの時はヤマハスタジアムに花束贈呈に来てくれました、どうでしょう藤田さん、ちょっとあのステンレ・ジュビロの元気みたいですね。ええ、やっぱり現役選手がちょっと多いだけにそうです、ね、なんとなく押し気味です、ね、はい、でも懐かしいですね、はい、両チーム見て多分ね、こういう感じでサイドチェンジされると、はい、うんうんうん、もう元代表の方はついていけないですよね。逆にね、はい、大きい展開がサイドチェンジ、サイドチェンジ。さあ川口信夫選手、うん、ちょっと当ててしまいました。でもなんかボールの持ち方なんか、はい、面影あるから面白いですね。まあね、もうすぐ分かりますよね。やっぱり山口選手なんかやっぱり落ち着いてますよね、相変わらず、はい、変わらないな、はい、さあディフェンスラインから森下仁志。さあアズリジャポーネです。ゴールキーパーは佐藤陽平、代表には、札幌時代に選ばれていますが、さあ中山勝に出た。まだボールはキープしています。ジャポーネ、アズリジャポーネは、あ、斜めからパス、中山落とす。いやいきなり、いや、あの辺り七海はさすがですね、はい、あの周りも見れてますし、はい、パスが柔らかいですよね。あ、見せてくれましたね、中山選手のところから始まりました。カズ選手、そして七海選手、もう一回中山というところでしたね。今の場面ご覧いただいていますけれども、決定的なチャンスまで行きましたからね。もうちょっとでしたね、はい、うん、藤田さんどうですか今の七海のパスは。柔らかいですね。柔らかいですよ ね、うん、ね、中山さんになんか今日ね、あのスルーパス出して中山さんに点取ってもらって張り切ってたんで、狙ってると思いますよ。そうですか、後半はでもあの中山さんもあの七海さんもジャポーネではなくて、ジュビロの方ですから、藤田さんが今度は演出するでしょう、なんか七海と僕でもパス交換して中山さんに1点取ってほしいねっていうような、そうです、そんな話をしてます。いいですね、さあアズリジャポーネのメンバー紹介続けましょう。右サイドバックは奈良橋明、そしてセンターバックは井原正美、秋田豊、左サイドバックに相馬直樹、相馬さんは清水東高ですけども、清正の時の、まあ、ライバルですね、藤田さんはね、はい、はい、そして山口選手、山口元博、七海博、中田秀俊、そして森島博明、ツートップが、ゴン・カズということになっています。のぼりさん何分から行くんですか。もうちょっと行くんじゃないですか。いや、後半から、後半から、はい、そうですね、2人とも後半の頭からということで、さあシュート、下に、中田選手、まあ、ヒデはね、この日のためにコンディション整えてましたからね、そうですか、はい、ヒデっぽいね、もう真剣に手を抜かないでやるって言ってましたから、ね、ね、ね、ヒデっぽい。いや、この辺りの数が落としたボールでしたね、はい、まあ、この辺りのホットラインというのはね、あの昔からできてますからね。そうですね、ワールドカップ3大会連続出場ですからね、すごいですね。しかもでもまだ若いですからね、はい、今日もかなりいろんなプレーを見せてくれると思います。さあまたアズリジャポーネ、後半のメンバー紹介しましょう、ディフェンダー5番柱谷哲司となっていますが、監督を兼任しています。ですからここにゴールキーパー佐藤陽平選手は後半もゴールキーパーとして登場してきます。柱谷選手はどのあたりで出てくるのか、そしてディフェンダー小村則夫選手、そして、北澤選手、そして沢登さんね、はい、そして望月茂吉選手も今日来ていますよ、そして本田康人選手、中西選手、平野選手が今シュートがありました、そして野人岡野選手、
ちょっとページが変わりましたけれども、土田輝之選手、それから矢部浩之選手という芸能界からも今日は応援が駆けつけて、城庄司選手も非常に後半のプレー楽しみです。さあ七海選手がボールを持っています。七海からカズ、さらに前線に当てます。森島を落としてというところですがさあ非常にメンバー豪華な攻め、左サイドバックの相馬選手ずいぶん上がってましたね。この辺りの攻撃参加も非常に楽しみ。同期生ですよ。そうですよね、はい、特に今日あたりはですね、はい、そのディフェンスの選手もちょっと攻撃にいっぱい参加したいという気分じゃないですかね。チャンスいっぱいありますから ね、 そうですね、こういう試合は、はい、さあ今度はステルジュビロ、こうやって走られるときついですね。そうですね、きついよね、本当に体が、ね、反応しないんで、そうですね、まあ、ちょっと振られると全くついていけなくなってしまうのが、ね、はい、これはしょうがないですね。ここはちょっと面白い画面だったんですが、三原七海和、さらにつないでカットしました。ぼちぼち体が温まってきて動きが出てくるんじゃないですかね。そうですね、さあジュビロボールになっています。森下、ユースのコーチからトップのコーチ、フォアカットしました。七海なんか下げますか、右足でさあディフェンスから、これは危ないぞ、ちょっとミスが出てしまいました。ステンレジュビロチャンスになります。いったいったいった、うーん、数、まあ、ジュビロの選手もほぼ現役選手というのは2人3人というところですからね、うん、あ、そう言ってみたらそんなにあれですね。そうですね、だから大体30代の半ばぐらいの方選手は人かなり多いですよね、はい、今日はね、ちょっと若いですね、ジュビロの方が、はい、ジュビロの方がちょっと若いですね、やっぱり元代表チームの方が少し、はい、元代表チームは、はい、数ゴンですからね。そうですよね、40越しますからね。そうですね、逆に一番上の方の方が現役でというそんな感じですけどもね。さあ松原ボールキープ、そして川口繋ぎます。清水森下から川口、桜島が川口から松原へというところだったんですが、佐藤陽平キャッチ、中田から大きく展開します。逆サイド奈良橋が、いや、その前ですね、中盤で上がっていこうとしたのは森島選手でしたね、ミスターセレッソ。鳴岡から奥、さあ清水回ってきましたね、ボールが、はい、そうですね、まあ、昔のジビロらしい ね、 そうですね、あのポゼッションですよね。清水選手も現役ですからね、よくねこのポゼッションに振り回されたんですよ。あ、やはり本当にうまかったですから、本当にボール取れなかったっていう感じですね。取れなかったですね、取りに行こうとすると外されるし、うん、待ってても崩されるし、うん、まあ、この辺りの、ね、あのジュビロの戦い方っていうのは本当にね、うん、素晴らしかったですね。さあ野堀さんはまあ静岡ダービーでね、はい、悔しい思いを何回もしてますよね。もう数多くしすぎて、うん、そうですね、まあ、一番嫌なイメージしかないですよ。99年のチャンピオンズ、ね、カップでしょうけども、あの時でも野森さん得点しましたよね。得点はしたけど、あれはもう伝説のフリーキックでしたからね。両2試合ともしましたよね。そうですね、だから僕は野森さんには得点入れられたイメージがすごいあるんですよ。でも逆にエスパルスとしては、うん、トシヤにやられてるんだよね僕ね、チャンピオンシップね、あんまり大したことできなかったさあ勝選手は左サイドでボールをキープしています。そのこちら側には相馬選手はいますが、前に2人いるんですが、勝がキープ、そして中田、なんと7ミスだ、いやこれ面白い、浮かせた、カズヘディング、そして中田、ヘディングシュート、決まった、ゴール、やっぱ持ってるね、いや持ってるね、すごい、いやカズのキープから中田、7ミ、中山ですかね、やっぱ持ってるね、すごいですね、入れるって言ってたんですよ昨日も、もうすごいですね今のは、やっぱり、まあ、ちょっと見てくださいよ、やっぱりお膳立てがすごかったですよね、うん、この場面ですよ、まあ、このパスも素晴らしかったですね、ボーッと乗せてヘディングですね、そしてカズヘディングで、そしてヘディング前で触ったんだ、うん、黄金のツートップですね、そうですね、綺麗に入ったね、カズ選手も2回絡んでますからね、ここね、2回3回絡んでるのか、ここもう一度ですもんね、そうですね、はい、おーすごい、ワンちゃん
さすがです。いやスタジアムは沸きました。さあまたアズリジャポーネ先制したんですが、さらにチャンスをつかもうという右サイドから、さあここは一旦下げました。奈良橋意外に予想外じゃないですかこれは。なんかこうイメージ的には、はい、ジュビロが最初点を入れてっていうような、なんかみんなはそうやってイメージしてると思いますよ、この中の選手は。きっと慌てんじゃないですか今。いや今のあの一角サビに入りましたけど、森島選手も早かった。おーおーおー、ノーファール、ノーファールです。いやー中津がいく、はい、ゴールキックですか。コーナーですね、コーナーですね、はい、コーナーですね。さあ、ナナミのコーナーキックが見られます、まあ、この辺りは誰に合わせるんでしょうかね、うん、そうですね。いやいっぱいいますかね、この辺りはね、今、まあ、まだ秋田さんも上がってきました、秋田さんも上がってきましたっていうところで、ディフェンス陣も見せ場です。アーサー選手ポジション動いてますよ。さあ、間に合った、シュート、うわー、かなりね、さすがにヘディングがすごいですね。まあ、藤田さん、代表でも秋田選手は強靭でしたけれども、そのアントラーズとジュビロがやるときにやっぱり嫌でしたから ね、ここでも入れられたイメージありますよ。そうです、ね、セットプレーから、はい、高いな。いやすごい、素晴らしい。もう一度見てください、この左足まだまだ健在。なんか引退するのがもったいないですね、うん、そうですね、1年離れてるんですけどね、はい、うん、やはりキックの精度というのは、あの、はい、年を取っても全然劣らないですからね、はい、さあステンレジュビロは放送席、そして会場の皆さん、ここからインタビューをお送りしていきたいと思います。ステンレジュビロにはミスターチルドレンの桜井和俊さんいらっしゃいます。お願いします。ここまでご覧になっていかがですか。いやもうドキドキして見てるんで、もうあとお客さんもどっちを応援していいのか分かんない感じで、うん、僕もその一人ですけど、七海さんとは大の仲良しだということですが、七海さんのプレーはここまでいかがです。いやごめんなさい、僕自分のポジション入るところの選手ばっかり見ててですね。おこれからこの後桜井さんの出番もあるということですが、サックスブルーのユニフォームを着てピッチに入るというのはどんなご気分なんでしょう。もう吐きそうです、はい、この後では期待しておりますので頑張ってください。さあアズリジャポーネコーナーキック、ナナミショートコーナーでした。コース入った、シュート、最後はカズ、うん、中山です。まあしかしディフェンスも随分こう最初はちょっと押し込まれたんですけども、アズリジャポーネいいんじゃないでしょうかね。やっぱりねボールを持ち始めると、うん、はい、やはり自分たちのその形というものがありますからね、はい、これもクロス入ってきた、惜しい、まだまだまだ走る、キープしました。中田からのクロス、狙ったのかな、ね、誰か入ってくるイメージあったんじゃないですか。うん、いやその前は自ら得点へという場面だったんですが、その後もクロスを入れてきました。ここは松原よしか右へ、もう一度戻します。しっかりねアズリの方もラインコントロールしますからね。清水則久、去年はマリノスであのユニフォームにジローっていう風にね名前が入ってました。ついに、ね、僕らの間ではもうジロージローって言ってるけど、ね、やっぱりそれ、ね、それをユニフォームにやりましたか、あいつは。そうですよねさあ川口、惜しい、カバーされてしまいました。相馬から井原、ちょっと遊ばれてるんじゃないですか。山口、ジュビロの方、そうですかね、やっぱりこういなすのがうまいっていうか、ね、いなされてんじゃないですかね、本当。ちょっとね、体が切れてきましたからね、アズリの方は。代表前半15分までにすでに1点を取っていますジャポーネ。ジュビロはちょっと今なかなかこうボールもキープ時間ないです、ね、短いですもん ね、うん、山口から七海、お前中山中田をうまいっていうのはどういうことですか。いやちょっと今びっくりした。いや俺もびっくりした、ね、出しからのプレーってことなんでしょうか。いや違う選手かなと思ったら中山さんだったから、ああいう技術もね、あったことなんですよね。つなぐ、いやいけいけいけ、
川口から さらに繋いでいきます。よし、行け。反対反対。あ、逆サイドが見えた。いやさあ、ジャポーネです。中山、カズがファーにいます。森島が中に入ってきました。スローダウンして一旦下げます。中田、中田からもうちょっとノールックみたいにしたが、七海、そして森島、カズいやちょっと楽しませてくれますね。さすが見せる選手って感じですね。そうですね。松原よしか、あ、いいボールだ。このワンタッチでここが来ました。森島から七海、山口、七海、もう一度山口、ワンタッチで、お前、カズ、シュート打った。いやー、ずいぶんつながりますね、ジャポーネね。これ全体のバランスがいいですね。そうですね。選手の距離感というか、まあ、ダイレクトパスで出しても、はい、次にまた次の選手が動いてくるという形が取ってますからね、はい、久しぶりに集まったっていう感じの呼吸じゃない、やっぱりサッカーよく知ってんなって感じですね。あ、本当そうですね。まあ、これだけの能力の高い選手が集まると、はい、パッと集まっただけでも呼吸が合うんですよね。あの実はすいません、先ほどの中山選手の得点はオフサイドだったということでですね、得点になっていないという情報が入りました。そうなんですか。はい、すいません。だからあんまり喜んでなかったんですね。そうですよね。ちょっとね、夢中になってね、それで、その場面の再生ばっかり見てたんで、なるほど、はい、その後キックオフしたのかどうかさえちゃんと見てませんでした。ってことは僕らだけですか、しこれゴールかと思ってたんですけど、4人だけ。スタジアムの皆さん分かってたここまで決まったか。ステッテ・ジュビロ、ここで先制、川口のボー。ちょっとね、スピードの部分が入ってくると、まあ、アズーリーの方は対応しきれないですから、はい、そうですね、はい、いやー、川口のゴールです。今は FC 東京の普及部のコーチをしていまして、明治大学のコーチも兼任しているんですが、その明治は51年ぶりに全日本大学選手権正月のインカレ優勝を果たしました。もう最後は押し込むだけというような感じでしたね。後輩が得点しましたね。そうですね、順天堂大で、天皇杯のアントラーズ戦で順天堂大時代にね、すごいスピードを見せましたね。ジュビロ時代も本当にその速さは素晴らしかった。相馬から森島、そして相馬、そして七海から相馬が随分攻撃参加。さらに七海、カズ、シュート来た。素晴らしい、キーパー動けず、大神動けず、いいシュートでしたね。これはいいシュート、本当に狙いすました中でのね、本当にいいシュートでしたね。カズさんはああいうところはずっと得意にしてる感じですよね、やっぱね。あ、動けない、キーパーちょうどね、ビハインドになってると思うんですよね、ゴールキーパーの。なるほど。あ、いいとこ蹴ってますね。完璧なゴールという感じですよね、はい、ゴールですね。さあ、この試合、今勝選手のゴールで1対1の同点になりましたが、現在20分、前半の20分を経過して1対1の同点です。さあ、1対1の同点です。放送席には沢登正明さん、藤田俊也さんに来ていただいております。お二人は後半からこのピッチに立つことになっているんですが、前半まずステンレジュビロが先制、そして、ジャポーネが同点に追いつきました。カズのゴール、そして中山のボールを今キープ。さあ、つなぐカズ、中田が寄っていきますが、逆サイドに振ってきた森島、今日は豪華メンバー、七海、いやー、ループ
ブシュー投手うまかったな。もうファーストコントロールで狙ってた ね、 キーパーもなかなか動けなかったな今。そうですね、いや見せてくれますね今日は。七海浩引退試合ミスターデフティメモリアルマッチということで、このエコパスタジアム調子いいんじゃないですか、うん、まあこの日のために、ね、コンディション整えてるし、うん、クロスが入りました。だいぶ調子いいですよ。さあまだ、まあいろんなプレーが今日出てきます。おっと今カズ選手でした。いやいろんなことやってくれますね皆さんね。うん、面白いですね。楽しいですね。まあ、この引退試合盛り上げてくれますから。この笑顔ですもんね。こういう選手たちは。これはうまかったですね。いやーもうちょっとっていうところですねこれね。もう一度見てみましょうか。うわ、ん、ボールに飛ぶんですね。そうですね。さあ1対1の同点ですけれども、全体としてはまあ先制したジュビロよりも。代表組の方が強いという感じがしますが、笛が鳴りました。ほとんど笛のないゲームですけれども、もう握手しています。中山選手と鈴木秀人選手、まあ持ち味ですからね、ハードなのね秀人選手は。あ、ベンチをご覧ください。先ほどは櫻井さんにインタビューを聞いていただきましたけれども、田中誠選手もいます。そして服部選手もいます。まあジュビロの方はですね、さあエコパスタジアムの皆さん、はい、そして放送席、ね、こちらはアズーリジャポンにお率いる橋谷監督です。お話聞いていきましょう。ここまで1対1の同点、想定内でしょうか。はい、その通りですこの後会場の皆さん、そして選手待ってる選手もサプライズ期待してますが、どんなサプライズありそうですか。うん、今言ったら意味ないですよねもうちょっと待っててください。サプライズ出しますんで。じゃあもう少しみんなに見守りますんで、はい、よろしくお願いいたします。この後も、はい、柱谷哲司監督、そしてベンチには前園選手、本田選手、城選手、豪華な面々がまだベンチにも揃っているわけですが、さあこれはジュビロのファールです。七海右足で蹴りました。まあ、七海選手は本当に先ほど VTR で、まあ、記者会見を入団の記者会見の時から見たんですけれども、本当に左足の下にある時には注目してくださいと入団会見で言ったのが本当に懐かしく思い出されますけれども、まさにその通り14年間ねやってきましたよね。さあクロスが入ります。ここはクリアしました。今日もコントロールしてますよね。そうですね、まあ、常に攻撃になった時には七海経由してますからね、はい、でも山口元さんと七海ってすごいなんかいいコンビですね、はい、見てるとすごいなんかバランスいい2人の関係がね本当にいいんで、いいですよね、うん、お互いがお互いを見てるし、そして七海、あ、いいボールだ、チャンスだ、シュート打った、パターンでしたね。いやいい攻撃だな、これ面白いですね。今の場面なんですが、このナナミがファーに送って落としたところ、最後はカズ選手、コーナー当たってるんだ、中山カズというか、こうですね、ファー、中山、そしてカズ、うん、コーナーキックになりましたね、はい、フェンスに当たりました。ニア、もう一度ナナミ、ヘディングシュート、すごい、おお、来た来た、決めました、強さを見せました。それぞれが持ち味を出していますアズーリジャポーネ。これは一つのパターンですね。これは何かこういろんなものが凝縮されているような、そんなゲーム、なんかダイジェストを見るような場面っていっぱいあります今日は。まあ、ボールの質もね本当に良かったですね、はい、ピンポイントに合ってますしね。いやー素晴らしい。前半の26分を経過しました。アズーリジャポーネ2点目が入りました。さあジュビロがディフェンスラインから組み立てていこうというところ、清水のりさボールをキープ、さあそして奈良岡現役、現役、うん、
っとチェイシングは結構きついんですが、中山中田と行きましたがジュビロキープしています。左サイドで作ります。結構ジャポーネプレッシャーかけてきますね、前から。いや動けますね、必死だと思いますよ必死ですか、そうですか余裕はないと思いますね。さあ右サイド使います、森下から。ここはいません、みんな中にちょっと入っちゃいました。ベンチで怒ってんじゃないですかジュビロ、なんかってみんな、そうですね、監督が怒ってるかもね今日は監督は鈴木正和さんです。そしてコーチが内山敦さんというステッドジュビロ。また七海から、何かゆとりがある感じでジャポーネは攻撃をしてきます。おっとここはパスミス、奥がボールをキープ。松原、逆サイド振られるとちょっと、松原よしか。そして左から山西のクロス、お振り、まだあるね。今度は川口、ファーに上がりました。いやそこ行っちゃうときついですね、キッターのところは外さないと。そして会場の皆さん、ステッレジビロの服部俊博選手です。ここまでいかがですか、見てて。もうちょっとこうガチガチ言ってもいいんじゃないかなと思います。もうちょっとガチガチ、どのあたりまだまだですか。もうお客さんがもっと湧くほど激しさがあったらいいんじゃないですか。じゃあピッチの選手にメッセージを、まあ、とにかく七海君点を取ってください、早く。服部さんのこの後の出番も期待しています。頑張ります。服部選手でした、はい、やっぱり、ステッドジュビロの方にいますから、ちょっとね、こちらはアズーリジャポーネです。まもなく矢部選手が入りますよ。矢部さんが今手袋をはめてます。やっぱ99番なの、ね、笑顔です。おお、もう一人もう一人お、一気に行くんですかね今。そして土田さんも今、アップを始めているところですね。前半29分ですから、まだ15分ぐらい、ね、残りありますけれども、ジャポーネは余裕がある感じがありますね。ジュビラの方も選手交代するそうですよ、はい、大岩選手と福西選手が準備しています。福西さん、一言お願いします。ます、ね、頑張ります。大岩選手、あ、今矢部さんと握手をしていますが、大岩さんも意気込みを一言お願いします。はい、削ります、七海を削ります、はい、同級生ですよね、はい、矢部さん、矢部さんも一言意気込みを、はい、削られますもうやられてるからほらこれダメでしょもう、うん、あっとこれはオフサイド。足の速い川口の棒、オフサイドでした。矢部浩之選手はやっぱり99番なんですよ ね、やっぱりでも似合いますね、テクニックを見せてもらいたいですよね、そうですね、38歳、森島選手と交代します。森島選手は七海選手と年が一緒ですからね、藤田さんより一つ下ということになりますね、森下も変わらないですね、プレースタイルが。そうですよね、あのやっぱ瞬間的なスピードっていうのはありましたよね、さあ中盤、今度は中田、矢部さんフォワードだ。そうですね、おどうする、どうする、どうする、ファールじゃない、うっそいやー、大井健太郎ちょっと楽しませてくれますねさあステレジュビノの方は鳴岡に代わって福西、大井健太郎に代わって大岩という交代です。今ちょっと沸かせてくれました矢部さんを削ろうという感じだった大井健太郎選手、大岩選手との交代です。福西選手に頭を叩かれていますけれども
さあフリーキック誰が蹴るんですか ね現役の2人8年目プロ8年目の2人がピッチを出まして、そして先輩たちが中に入っていきました。大岩と福西、七海と矢部さんが立ってますね。そうですね、いやその後ろに母さん、あっと母さんいない、まあ、これは七海が、ね、蹴った方がいいんじゃないですかね。ね、でも助走からするとそんな感じですよね、うん、どうか分かりませんこれ。ノー、いやーポスト、なみ2回目ですね。うそうですね、バーとポストですね、はい、今日ね、今日はちょっと嫌われてるのかな。さあ矢部選手です、矢部選手です、かなり際どいとか言ってますね、ななみシュート。ななみ中田、まあ、正確だからね、中田に出た、相馬、中田、はい、さあ、カズ、カズ、さあ、矢部さん、カズ、カズ、カズ、最後に入った、入ってない、怒ってる、怒ってる、怒ってる、いやもうポスト2回ほどヘディングをしまして、そしてカズさんにもヘッドバット入ったかと思いましたね。そうですね、今の場面なんですが、その前のフリーキックですね。うまいわこれは、見切ったよ、キーパーね、もうキーパーも無理だと思ってるね、これは完全に ねゴールキーパー大神、今日見送る場面が2回ですかバーとポスト、もそろそろ1点決めてほしいですね。そうですね、まあ服部さんも言ってましたからね、さっきね、ベンチでね。さあ福西、黄金時代のボランチ、ボールを動かしていきます。ジュビロ、山西から松原よしか、中央は松原倒れたがダメ、七海、またジュビロのボールです。おあっと松原惜しいところ、松原選手はあの藤田さんと一緒ですかね、入団ね、はい、94年ですかね、ちょっとずれがあるんですね、ちょっと遅れてたんですけど、はい、あのほとんどペニャロールにから、ねね、ここ出て行ってましたからね、その後に、ねはい、入ってきました。もうほとんど数ヶ月ぐらいの違いしかないんで、ね、一緒ですね。でも J リーグ上がった時、まあ、藤田さん新人の時は、ねはい、ジュビロも中目選手が、ね、ちょっとあの、はい、離脱が長かった、1年間ぐらい出なかった時があるんで、うん、でスキラッチもちょっと故障何回かありましたので、ねはい、その間ずいぶん松原選手活躍しました、はい、おっとその松原にスルーパス通らず、エスパルスでもやりましたもんね。そうですね、そうですね、その後エスパルス行きましたね、はい、でクロアチアとかパラグアイとかウルグアイとかね、はい、いろんなスイスも行ってるんですよね、はい、さあズールジャパンね、こちらはサッカー大好き土田選手が準備してます、はい、どうでしょうかここまでそうですね、今日ね出場する中でサッカー未経験なの僕だけなんでね僕のね、どこに行くかわからないトラップをぜひ見てもらいたいですけどねずいぶんアップしてましたね、ネギに、アップでだいぶ体力を消耗したんであまり動けないと思いますけれどもどうでしょう、そこのサックスブルー着てピッチに立ちますよ。ね、こんな気分のいいことないですから、うんはい、早くね、試合、おいあと中山でしたけども、カズ、いろいろ見せますが、いや惜しいところでした。コーナーキックに変わります。土田照之選手が間もなく入ろうという183センチ。土田さんもこの日のために20キロぐらい痩せたらしいですよ、はい、20キロ。そうですよね、すっきりした感じですもんね、はい、さあこの後土田さんは中山選手と交代します。はいはいはい、まあ、中山さんは後半はですね、はい、藤田選手と一緒にね、はい、ジュビロの方で登場しますんで、はいこのやっぱ土田選手の体格の良さが分かりますね、これね、183センチですからね、はい、まあ、サッカー未経験と言ってましたけども、最近ずいぶんフットサルをやってらっしゃるようですね。あ、まあそうですね、はい、さあコーナーキックですが、七海これで矢部選手のボレーはちょっと当たりませんでした。気持ちは分かりましたねさあもう一度七海がキープしています。クロスが入った、いや福西もうする、矢部選手チャンスを奪われた、もう一度七海、
さん、アズーリジャポンね、選手交代しました中山雅史選手にお話聞いていきましょう。どうでした前半？おかしいね、なんかゴールが狭い。おかしい。惜しいシーンたくさんありましたよね。ポストが硬い。どうでしょう、まあ、カズ選手との夢のコンビ、我々も夢を見させてもらいました。夢で終わってください。さあこの後は後半ジュビロのチームでプレーします。どんな風にプレーしましょう？いや、あの周りにサポートしてもらいたいと思います。はい、頑張ります。お疲れ様でした。七海さんのプレーはどうですか今？いや、切れてますね。いい感じで指示出てますよ。あまりスペースに走りすぎるなと。ちょっと引いてきてそこで遊ぼうよって。遊べないんだよ七海、俺には。、うん、そんな感じです。ありがとうございました。はい、遊べないんだよと言ってましたけれども。さあ後半のまた中山選手のプレーも楽しみにしたいと思います。さあステデジュビロは松原芳香選手、ドリブルよく走ります。クロスのファーに上がっていきますが、ここにはちょっといませんか。ファーム選手が追いつきました。サポートに入ったのは三浦文武選手を向こう側回っていますが、その三浦にボールが出た。三浦文武、全国高校選手権清翔優勝の時のキャプテン。さあ、ショート松原、惜しかったな。惜しい。これちょっと滑ったっていうと怒られちゃうでしょうね。怒りますよ。いや、見事なシュートなんですけどね。あ、ちょっとカメラに、ちょっと画面入ってこなかったかな。山西のクロス、いや難しいヘディングシュートなんですよね。見せてくれました。さて、ここで藤田さん、後半ステレジュビロで頑張っていただくので、あ、沢登さん、沢登さんと2人とも、ね、はい、2人とも今からアップ、はいはい、ます頑張ってください。どうもありがとうございました、はい、したということでお二人は抜けてしまいますけれども、さあどんな展開になるのか。あ、アズリアポーネ、ボールを中田が奪って右サイドから、さあやべっちワンタッチでいいパスが出た。中田のシュート、いや大神がっちりキャッチ。大笑いです中田秀俊。いやいやいや、やべっち素晴らしいワンタッチ、これ見事でした。あっと、また抜きそうだったんですよね。まあ、その間にステッレジュビロが押し込んでいましたけれども、スローインですか、コーナーキックになりました。コーナーキックです。ジュビロのコーナーキック、松原がそのまま蹴るんでしょうか。いや、キッカーを待って自分中に行くんでしょうか。あ、でもキッカー自分やるようですね。さあ、先ほどは惜しいヘディングシュートがありました松原。クロスが上がります。コーナーキック、これタッチをありました。森下仁、そしてここに大岩、そして奥大輔、いいボール川口、後ろ戻す清水典久、中央、もう一度川口。放送席、会場の皆さん、田中誠選手です。お久しぶりですね。そうですね、久しぶりにエコバに帰ってきてなんか楽しんでます。はい、久しぶりの懐かしのメンバーとの、まあ、再会というか、どうですか？いや、本当久しぶりのメンバーなんで、まあ、僕遠く離れてしまってなかなかみんなと会えないんで、すごく本当、いい気持ちです。はい、今まで前半試合見ててどんな風に感じてます？いや、意外と静かなんで、なんか僕も入ってすごい緊張しそうな感じですね。はい、田中選手怪我心配してましたけどプレーできます？ちょっとまだヘディングが怖いんですけど、まあなんとか頑張ります。あのベンチではね、桜井さんの横でさっきなんか一緒に写真も撮ってました。ちょっとミーハーぶりを発揮しちゃいましたけど。また後で撮ってもらいます。後ほど頑張ってください。ありがとうございます。はい、田中誠選手でしたが、放送席には中山さんに来ていただきました。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、なかなか楽しそうにやってたんじゃないですか。そうですね、いろんなところからボール出てきますしね。そうですね、走りがいはありますよね。いや、なかなか面白い展開でね、ワクワクするような、あ、パス回しっていうか、そういうのもありましたね。いい展開でね、パスもらうんですけどね、もうちょっとそのゴールに向かう角度をね、変えていけば点が取れたかなと思いますけど、い
ゃあ本当にちょっと頭は大丈夫ですか、ポスト。大丈夫です、あの、はい、誠に気をつけるように言ってください、うん、あ、そうです、あの意外とポストは硬いんだぞっていうのをね、はい、勝さんにも食らってましたよね、勝さんの頭の方が痛かったですねそうですか、どっちかっていうと、はいはい、田中誠さんなんか随分とおとなしい感じでさっき喋ってましたけども、ね、ちょっと言葉に詰まってましたね本当に、昨日もこうしちゃったんですよね。そうなんですよ、昨日も、うん、あのトークバトルをやらせてもらったんですけど ね、はい、ねうん、なかなかその僕とトシヤとナナミの間に入ってこれなくて、はい、あのもじもじしてました、はい、そうですまあ大先輩と一緒なんでいくら田中選手もベテランとはいえ、ね、そういう感じだったのかもしれませんが、今日この後のプレーを楽しみにしたいと思います。中山さんも後半ね、はい、またあのやってくれるんですよね、はい、今度はジュビロでもうバッチリその時は決めたいと思います。今アップ完了です。あ、なるほどね、はい、今のがアップということでした、はい、さあジャポーネがまたボールキープしてますが、ジャポーネボールキープする時間が結構やっぱ長いという感じがいたします。さあ土田選手からのパスが出た、中田、土田ブルーキューと止めた向こうから、いやー数決めました、2点目、3対1、アズリジャポーネすごい、土田照之アシストです。今前半の43分を回りました。いやベンチもにこやかですよね。いやカズさん2点、おー今の場面そんなに質のいいパスではなかったんですけど、ね、そのここで、中田選手がいいコントロールをして、その後でカズ選手ということですね。うん、須田選手はここで追いつけなかったということだったんですけども、いやカズ選手の素晴らしいゴール決まりました。3対1、19分25分42分に決めています。ステージジビロは18分に川口信夫のゴールがありました。にこやく中山選手のとは持ち主茂吉さんがいますね。あ、カズ選手11番の背中が見えました。さあジビロは福井選手一旦落として左側からクロスが入る。いやーなかなかこの辺りセンターバック、サイドバック、今相馬選手のヘディングのクリアでしたが、センターバックも強いですし、アズーリジャポンきちっと守っています。清水の則久、ジュビロ、さあもう1点欲しいジュビロなんですが、ここもちょっとつながらなかった。手元の時計では44分を回りました。前半の残り時間は少なくなってまいりました。さあ左へ展開した、相馬が上がっていく、相馬の攻撃さんから。相馬さんも2010年は町田ゼルビアの監督として活動します。 J リーグを目指す町田ゼルビアの監督、2010年就任です、相馬直樹。さあ今度はジュビロ、もう残り時間がないんで、もう1点、1点差に追いついておきたいジュビロなんですが、さあここはタッチを割ります。残り時間ほとんどありません。これはあのロスタイムというのはあるんでしょうかね、どうなんでしょう、ありませんね。さあじゃあもうそろそろ前半は終わりということになりそうです。今山口元弘選手がボールをキープ、競っていった中田選手、そしてここに秋田、秋田から奈良橋、 SC 相模原のジュニアユースの総監督をしています奈良橋明さん、そして七海、いやー際どいところに上げていった、いやベンチ突っ込んだ。あ、ここで前半終了の笛が鳴りました。最後はやべっちに点を取らせようという、そういう、七海のパスでしたけれども、ステンデジュビロアズーリジャポーネ前半終わって3対1。さあこの後前半終わった七海さんにねちょっと話が聞けるんではないかと思います。七海選手は今10番をつけて前半アズーリジャポーネで、ゲームをしましたけれども、後半はステンデジュビロで7番をつけてプレーをすることになっています。さあ選手たちは本当に和やかな雰囲気で握手をしています。あ、三浦選手もいました、相馬選手もいました、松原選手もいましたね。いや非常に面白い前半を見せてもらいました。そして交代で入った、まあ、芸能界からの助っ人の、土田選手、矢部選手も非常に活躍をしました。さあこちらには会場の皆さん、そして伊藤さん、アズーリジャポーネに出場しました七海選手にお話聞いていきましょう。前半終わってみれば3対1ということでいかがでしょうか。
最初ね、あのジュビロの方がガンガン来たんですけど、まあ、構えることなくね、自分たちボール前に行けて、楽しくボールを回し始めたんでね、あの点も入ってね、良かったですね。そして後半はジュビロの方に入りますので 2点のビハインドになりますが、そのあたりはいかがですか？いや、もう逆転するつもりでいますし、あのポストバーに1回ずつ当ててるんで、きっちりねゴールネットを揺らせるようなねシュートシーンを見せたいなと思います。そして周りを見渡せば4万人以上のサポーターが集まってくれています。どんなプレーをこれから行きましょう、見せましょう。まあ、あの近年ではねこういったお客さんが入るゲーム少ないと思うんで、非常にいいと思います。この後も頑張ってください。さあ、後半のステンレジュビロでの七海博選手のプレーが楽しみになってまいりました。この放送は静岡県袋井市のエコパスタジアムから実況生中継でお送りしています。さあ、前半を振り返ってみましょう。前半19分のプレーです。七海、そしてカズ、このゴールです。素晴らしい完璧なゴールでした。狙いすましたゴール。これで1対1の同点にアズーリジャポーネ追いつきました。25分のこの場面、これも七海クロスからここですね。秋田のヘディングシュートが決まってました。この後もカズ選手のゴールがありまして、3対1でアズーリジャポーネがリードしています。この後はこれまでの七海さんのスーパープレーをお送りします。ここまではヤマハ株式会社、ヤマハ発動機株式会社、ウイニングイレブンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。自画自賛だよこれ。静岡県袋井市のエコパスタジアムからお送りしている七海博士引退試合、後半は間もなくキックオフです。さあ、七海博士引退試合、間もなくエコパスタジアム後半が始まります。放送席には土田照之さんに来ていただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。いやいやいや、この試合のために随分トレーニングしたというふうにも聞いてるんですが、はい、そうですね、まあ、トレーニングといっても、うん、体絞っただけで、はい、あのボール使ってはいないんで、はいはい、ただ走ったりとかずっと筋トレしたんで。中山選手と交代するときに、はい、やっぱりあの土田さんの体格の良さがすごく目立ちましたね。そうですね、183センチ、はい、で、あの、うん、痩せる前まで92、はい、3キロありましたから。そうですか、はい、あの格闘家の桜庭さんよりちょっと大きいぐらいだと思っていただければ。はい、最後はですね、あのカズさん の、はい、あの2点目のゴールの時は、はい、土田さんもうちょっと触れば点取れましたね。あれね、そうですね、あの多分皆さんそう思ったと思いますけども、はい、僕の脚力ではあれが限界でしたから。そうですか、はいはい、なかなか良かったです。はい、土田さんはあの、はい、七海さん の、はい、そのベネチアの時のユニフォームを持ってらっしゃるって聞いてるんですけど。持ってます。あと、あの、ね、98年のフランスワールドカップの時のユニフォームも持ってます。はい、あ、そうですか、はい、あとジュビロの時も持ってます。お宝がありますね。はい、
さあそれでは後半いろいろ解説をお願いしますね、はい、それではメンバーの紹介いきましょう。ジュビロからです。ステンレージュビロ、ゴールキーパーは山本博正、去年は FMFC でプレーをしました。そしてミッドフィルダー川村貴博、ディフェンダー鈴木秀人、大岩豪、山西貴博、そして服部俊博選手、ここで入ってきました。川村選手も後半からの登場です。前半と変わらない奥大輔選手、そして名波博選手は前半は10番をつけて、ジャポーネだったんですけれども、今度はジュビロです。そして藤田俊也選手、前半はこの放送席私の隣にいてくれたんですが、どんなプレーをしてくれるのか楽しみです。2トップは中山、高原、ゴン高コンビということになりました。さあその高原がボールをキープ落として、名波、さあ藤田、パスが出る、これは面白い、いや捕まったか、惜しいところでした。さあそれではアズリジャポーネのメンバーです。ゴールキーパーは前半と変わらず佐藤陽平、そして、岡野雅幸、ここインサイドバック入ってるのかな、フォワード登録になってますけれども、岡野、そして中西英介、小村範雄、平野隆、そして本田康人、北澤剛、沢上正明、前園正清、そして城昌司、西澤明憲と、この後半も豪華なメンバーです。さあジュビロが土田さん、はい、後半立ち上がりから押し込んでますね。そうですね、やっぱ、ね、黄金世代のメンバーがみんな揃ってますし、はい、そうですね、ちなみに前半の時ジャポネベンチでは、はい、その後半のジュビロが、うん、まあ、高原君なんか前線にいますし、現役ですから、はい、やばいんじゃないかってみんな言ってました。そうですね、はい、中山さん、並木さんも今度こっちですからね。そうですね、はい、でもやっぱファンとしてはたまらないですよね、この時のジュビロのメンバー見れるのは。そうですね、藤田選手がいまして、奥選手がいまして、はい、この辺りっていうのは、まあ、ちょっと今福井選手は出てませんけれども、まあ、いわゆる一番強い時に N ボックスって、七海のね、はい、そうですね、頭文字を取って N ボックスがあったんですけれども、はい、その時はもう本当に誰もボールが取れないぐらいの、そうですね、多分歴代の J リーグのチームの中で多分一番強かったのがあの時のジュビロだと思いますからね。そうでしょうね、はい、もうほとんどポゼッションできてましたね。そうですね、本当に面白いサッカーでしたからね、はい、流動的に動くんで相手はどうしても捕まえることができないというような、ね、はい、感じもで、守備にも名波選手からこうスイッチ入るようなね、そういうところありましたよ ね、 ね、はい、あら、さあ代表が、おっ、放送席には、森島裕明さんに来ていただきました。ミスターセレッソ、お疲れ様でした。いや今日前半森島選手もですね、ずいぶん走ってましたけれども、うん、はい、さすがにやっぱりあれですね、ここっていう時のスピードっていうのがね、衰えてないじゃないですか。衰えてない。そうですか。いやでもあれですよ、ベンチではみんな、なんだ、森島走れんじゃねえかってみんな言ってましたからね。そうですよね、はい、遅れて走ってましたけどね。もう相変わらず腰が低い、低い、本当に森島さんですけども、どうですか、やってみて楽しかったですか。楽しかったですね、うん、これちょっと定期的にやってほしいですね、これ。あ、なるほどね。いやー面白いと思いますね。フランスワールドカップの日本代表を作っていたときに、最初はおっと、ジュビロチャンスだ、藤田俊也、チープレー、ここに走り込んでくる選手はいない。おっと、ちょっと危ない、危ない、危ない、コーナー、あ、コーナーキックになりました。ちょっと日本代表、藤田俊也に翻弄された感じ。でも本当楽しかったですから、別に引退試合って1回じゃなくてもいいですよね。そうですよね、3回ぐらいやってほしいですよね。なるほどね。フランスワールドカップの、ね、メンバーのチーム作ってる時に、森島選手、最初名波選手とちょっと攻撃的な中盤やってる時っていうのも、はい、あの時はすごく面白いゲームができてたんじゃないかなと思うんですけれども、はい、うん、まあ、いつもね、はい、僕は左足から操られてましたから。なるほど。もう出されたらどこでも走ってましたから、うん、でも本当ね、今日も素晴らしいプレーをね、はい、見せてくれてますよね。本当素晴らしいですよね。はい、なんかダイジェストを見てるような、ね、感じのプレーってずいぶんありましたよね。岡田君、さあここで北沢ですよ、うん、皆さんでもずいぶん現役を離れて時間経ってる方もいるんですが、やっぱりずいぶん動きますよね。動きますね、うん、やっぱみんなこの技術というものはあまり衰えてないですね、はい、そうですね、体力はね、落ちたとしても、はい、でもそんな中でね、結構素晴らしいプレーしてましたよね、土田さんもね。そうですね、ボレーシュート、北沢ボレー、キーちゃんマジですね。いやボレーは得意ですよね、昔からね、はい、すげえな。いや北沢選手は最初はこの静岡県の本田県に修徳高校から入りまして、はい、読売クラブに移って、それがヴェルディになりというような形で、うん、いや本当にホンダの時も JSL でね、日本リーグで得点王に、ね、なりましたしね、それで読み入れた感じでしたもんね、うん、そうですね、うん、
さあそんな北澤選手のらしいプレーも見られました。藤田から高原、そして中野を落としたんですが、さあ代表アズリジャポン、ジャポーネ、あ西澤、うん、いや西澤選手も森島さんはずっと一緒に、ねね、セレッソでありましたね。そうですね、まあね、今日きっかけにまた元気復帰するかもしれないですよ ね、はい、ね残念ながらね、はい、その引退をその J2 から J1 の昇格決めた直後にされたんですよね、はい、うん、やっぱねチームとしては何としても上がらないといけない大事な年にね、はい、帰ってきてくれてしっかり上げてくれましたから、はい、そうですね、はい、清水にいてまたセレッソに戻りました、西澤選手が後半ジャポーネのフォワードとして出ています。まあ、森島さん、七海選手とは年は一緒なんですよね、はい、一緒です。ですから高校時代は東海大一と、まあ、清翔でライバル同士ということだったわけですよね、はい、まあ、県政の時とかね、うん、結構やっぱり一緒にさせてもらって、はい、よく点取らせてもらいましたからね。あ、またこのタイプが違うんでうまく合うっていう感じがあったんじゃないでしょうかね。まあ、僕が素直な分ね、うん、すごく合うんだと思いますね。七海、ね、はい、君優しそうな顔してますけど、うん、ジャイアンですもんね。ちゃんとジャイアンですよ。やっぱり小学校の時は実際ジャイアンだったらしいですよね、七海、ね、さんはね。だからもう出してと受け出ればもう本当にいいコンビですもんね、はい、シュートった、決まった。いや決まりました、アズリジャポーネ。いや前園選手ですか。そうですね、いや前園正樹の今あの正樹選手ビーチサッカー日本代表出てました去年ね、うん、ビーチサッカーワールドカップ出てるんですよね。それでだいぶ絞ったんですけどまた体戻ったって言ってましたね。はい、アズリジャポの4対1、ね、前園正樹をやりました。前園選手はアトランタオリンピックマイアミの奇跡の立役者、うん、いやいいシュートですねこれ。あ、岡野くんから、岡野からファーに、やばい、やっぱり味方のボールを奪いながら打ったみたいなシュートでしたよね。そうですね、エゴイストな感じですよね。俺に打たせろみたいな感じの、うん、らしさが出ました。いや面白いですね、この辺りは。後半は中西英介選手もいますし、またこの本田康人選手も、本田選手もあの北澤選手と一緒で帝京高校から本田技研に入りましたから、うん、静岡県で随分頑張りました。本田の本田っていう風に言われて、ね、まあ、当時は、ね、ボランチというよりはディフェンシブハーフという言葉が使われてましたけどもね、うん、そして、鹿島アントラーズに移って長い間活躍しましたけどね、はい、そういったいろんな選手が出ている今日のゲームなんですけれども、さあジュビロ、ジュビロ立ち上がり後半良かったんですが、まあ4対1になっちゃいまして、中山さん、七海さん、服部さん、さあこの辺りでちょっと意地を見せたいところですが、七海から高原、おい、さあこちらはアズーリ、さあ決まるか、ちょっとごめんさん、まあこういうこともよくありましたけども。いやみんな同じリアクションになってましたね。そうですね、今ね、ベンチがね。ゴンさん、いやゴンさんらしい抜けですもんね、ここもね。そうですね、高原選手からのパスは良かったんですが、いやでもやっぱゴンさん、このユニフォームでのゴール見たいですね。そうですね、はい、見せてもらいたいですね。さあ、七海さん、さあ前を中山走っていますが、2人に囲まれている、こんなにプレッシャーかけなくてもいいと思うんですけど ね、代表も意地ですね。ただやっぱキーちゃんマジですからね。そうですね、はい、ちょっと手を抜くことを知らない北澤選手でしたけれども、いやでも意外にみんなマジだと思いますよ。そうですね、はい、要所要所はもう、ね、やっぱここまでなる選手負けず嫌いですからね、みんなね。ですから森島さんも普段はね静かですけれども、ピッチ入るとやっぱりすごい投手ですからね、そういうもんですね、サッカーってね。そうですね、うん、さあ一旦戻します、ジュビロチャンスですが、奥から中央七海、うわ、このトラップ、そしてサイド山西、さあ見てあげながらクロス上がった、ファーに上がる、おお、七海バイスとシュートクロス、西澤一旦戻します、うん、代表のボール、まあ、でも七海君はもう僕らの代の本当スターですからね、うん、はい、本当に、いや本当に、まあ、私たちは静岡県では高校の時からもう見てますけれども、
その時にお金払ってもいいぐらいの ね、 そうですね、プレーをしてましたよね。あの時の、まあ、清翔、まあ、七海君さん、はい、まあ、僕も同じ年なんですけど、はい、もう本当スター揃いで、うん、もう3年の選手権とか誰が清翔を止めるんだみたいな。お、そうですね、抜けますか。さあ代表中西クロスは入らない。もう一度代表ボール。いやー、なかなかシュートまで行きません。七海服部、もう一度代表ボール。北沢、北沢選手はあのダイナモって言われてましたからね。今でもやっぱり動きますよね。そうですね、ボール触る回数多いですからね。もう本当体作ってきてますからね。でもやっぱこの往年のこのね名選手たちのプレーを見れるのは本当嬉しいですね、うん、はい。さあジュビロボール、藤田がプレッシャーかけまして奪いました。そしてパスは通らない、うん、奥から高原へというところだったんですが、中西君、中西選手はまたすごい強靭な身体能力の持ち主ですよね。もう四中高の頃からもうそうですね、四中高三番グラスみたいな感じですね。そうですね、はい、中西さんと中田君と中田一郎選手ですね、小倉君と、それから小倉選手とね、はい、うん、すごいですね本当ね。何ですか。全ても把握しますよね、うん、だから僕言っときますよ、サッカー大好きなんです、はい、サッカーやってなかったんですから。本当に申し訳ない。 もうやってないようなプレーしなかったですよ今日。やってるようなね。いやもうでもね、もう素晴らしいプレーしましたよ。変わらないですよ、だって芝生の上にスパイクで入るなんてこと人生で初ですからね。フルコートのサッカー僕だって中学校2年生の球技大会以来ですからね。本当に楽しかったですよ。さあ3オーリーからパスが出る。岡野、岡野君右に開いてますね、ずっとね、張ってますね。岡野選手はね、髪の毛短いんでね、うん、今一つ、昔のイメージは分からない感じがします、ね、スピード感がね、はい、やっぱロン毛の時はそうですよね。岡野君も同じ年ですからね。ああ、そうですか、はい、あと大岩君とか ね、ディフェンスの。そうですね、うん、去年、自助伝、野人伝っていうのをね、岡野さん出したっていうことで、それも走りっぱなしがね、面白いですよね。さあ、高原、おっしゃ、中山に出る。惜しい、ゴールキック、らしいプレーでしたけども、オフサイドギリギリのところから抜け出して、いやさすがゴンさん、ゴールキーパーと競り合って、まあ、この後キーパーも勇気がいるんですが、お、いや PK です、 PK ですか、 PK ですか、PK ですか、高原選手から、いやPK なんだ、これ面白いですね。なかなか吹けない感じのところで吹きましたね。そうですか、いや本当に佐藤洋平さんはまた中山選手とも因縁があると思いますが、これなんかゴンさんが走ってていきそうな感じです。さあ七海、イエーイ、決めた、見事に決めました。七海が決めてステンデジュビロ2点目、4対2、2点差になりました。逆転するぞと七海さん言ってましたけれども、うん、2点差です。1点取られちゃったのが余計だったんですが、後半の14分を経過しています。4対2、日本が2点をリードしています。さあ放送席にいた土田さんはこの後ちょっとリポーターに回っていろいろインタビューをしてくれるということで、うん、放送席は私と森島さんの2人になりましたけども、はい、それにしましても森島さん、土田さん何でも知ってますね、すごいですね、はい、もう分からないことは全部聞いたらね、うんうん、全部把握してる感じですね。 そうですよね、はい、そのままずっとサッカーの歴史も解説できそうな感じがしますけれどもね。本当よくしてますよね。ガンダムも詳しいんですよね。ガンダム今日なんかこの後出るジュビロの田中選手もガンダムオタクらしいですが、さあ七海チャンス、左に展開します、うん、さあここに山西が出ていく、クロスが入ります。いやこれは佐藤陽平、中山飛びましたけどその上、佐藤陽平選手、札幌に行ってその2年目に札幌を J1 に上げました。その時札幌の、1試合平均失点が 0.55 というですね、その守って、優勝して J1 に上がったという時の、まあ、立役者でした。その後このジュビロにやってまいりましたが、さあ中央から右サイド岡野、クロスが上がる、クロファーにはちょっと合いません。さてまあジュビロは2点差なんとか追いつきたいところですが、この七海から、七海を起点にして服部、
放送席、放送席。あ、すみません、あのベンチ近くにいます、千田でございます、これからですね、中田秀選手にいろいろちょっとお話伺ってみたいと思います。中田秀選手、今日のプレーいかがでしたか？ちょっとあの土田さんがボール触らなかったのが心残りです。何を言ってるんですか、僕一回ボール触ったじゃないですか。あ、すごいいいボール来ました。そうですね、まあ、その後あの見事にあの、まあ、秀さんからの来た球をスルーする形ですよね。これがカズさんのゴールにつながったと。だからまあ僕も右にカズ見えてましたから、はい、息切れで足追いついてませんでしたけど大丈夫ですか？ちなみに今日七海選手のプレーはいかがでしたか？いや、まあ本当にまだまだ現役でできるようなプレーですけども、ちょっと今もう息上がってますけど大丈夫ですかね？どうですかね、七海選手ね。息上がってるんですかね？すみません、ヒデさん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、中田英寿選手に聞いてもらいましたけれども、さあ、七海、息が切れてるなんて言われましたけれども、うん、まだまだね、森島さん、ちょっと頑張ってもらえて、今日は主役ですから、七海さんね。もうだいぶね、走り込んでましたからね。はい、まだまだ大丈夫ですよ。はい、あれ？なんでしょう、中海選手はボールを持っていますが。なんか今日グリーンカードをもらうって言ってましたけどね。全然もらえる感じじゃなかったですよ。中山さんにではなかったですね。北沢さんにですか。中山さんにではなかったですよ。さあ藤田、ちょっとミスが出たか。まだつながっている、粘っている。さあ沢登り、前半はこの放送席でちょっと解説をしてもらいました。まあ森島さん、今日はですね、はい、本当にこのエコパスタジアムほとんどいっぱいって言ってもいいじゃないですかね。そうですね、すごくね、最高な、ね、雰囲気ですよね。さあ藤田から服部です。いやー、2010年はガイナーレ鳥取で、まあ、奥さんのふるさとが米子なんですが、その鳥取県のガイナーレ鳥取でプレーすることが決まりました。七海から中山、開いてワンタッチで入れる奥、そして高原、もう一度ホリングで戻してきた藤田。いやー、倒ない、もうちょっとなんですが。いやいやいや、さあ元気な北澤選手、そして西澤からファーに上がっていく、大きく振っていきます。さあ沢登り、沢登りさんも元気なんですけどね。ちょっとここは失ってしまいましたね。さあ高原、高原、中山へホットラインヘディングシュート、右に外れてしまった。一瞬ね、会場の空気が止まりましたけどね。そうですよね。いやー、高原選手も笑ってますけども、これはファイのクロス、まさに中山を狙ったクロスだったんですけれども、わずかに右へ。得意な形ですけどね。そうですよね、際どいところでした。後半のまもなく20分になりますけれども、中山354試合157得点、42歳、まだまだ現役を続けます。今日がこのサックスブルーのユニフォーム最後ということになります。コンサドーレ札幌で今度は赤いユニフォームになります。今日は七海さんの引退試合なんですけれども、はい、じゃあ本当にいろんな素晴らしい選手が集まってきて、それぞれが今いろんなところで活躍されているという ね、 そ う、 ね、そういうことですよね、まあ、あの指導者になっている方もありますし、クラブを立ち上げてね、松原さんなんかクラブの指導者、 中学生見たりとか、はい、そんなことされてますし、まあ、この後出てくると思いますけども、望月重義さんなんかもね、放送席ジビロサイドなんですが、ミスターチルドレンの桜井さんがウォーミングアップを先ほどからしていますよ、はい、間もなく投入あるんではないでしょうか。いや、ちょっと楽しみですね、森島さん ね、 ですね、向こうにほら、あの脇田さんのワッキーのです、ね、姿も見えてますからね、ちょっとね、表情は本格的な、ちょっと気合い入ってますよ、ワッキーはね。桜井さんはにこやかですけども。さあ、そしてこちらアズーリジャポンのねは、なんと監督の橋谷さんが監督出るんですか？出ちゃうんですか？
格好だけ。格好だけ。ちょっと出るの早すぎませんか。体力大丈夫ですか。あ、ダメだったらまた井原が誰か出てもらう。じゃあ井原さんか秋田さんがアップしといてもらわなきゃダメですね。すごい、テスさん出ますね。いやー楽しみですね、これまたね。東証ですからね、柱谷さんはね、どんなあのファイトあふれるプレーを見せてくれるとか。また試合にパッと入ったらまた中が締まると思いますからね。そうですね、はい、ちゃんとやらないとみんな怒られそうですからね。そうですね、試合前もねガツッとみんな言われてましたから。そうですか、はい、七海からのパスはカットされた後、アズリジャポーネつなぎます。なかなかですね、そのジュビロの方も日本の方もですね、うん、最後の最後までちょっと行かなくなってきましたね。さあ藤田、現在ロアッソでプレーしている藤田にまたボールが戻って、お、さあオーバーラップ。いやー惜しいところでしたね。またここは北沢、まあ、川村が上がっていったんですね。さあ今放送席の前を通ってですね、柱谷哲司さんがこれからピッチに入ろうというところ、5番をつけています。おっとこれは、うん、まだボールは、うん、ゴールライン割ってませんでした。そのままです。大村選手に代わってどうやら柱谷選手が登場ということになりますね。今日は放送席はピッチサイドにありますので、ベンチの横に放送席があるというですね、非常にあのモニター見ないと 全体がわからない低いところで喋っておりますが、しかし臨場感はありますね、ここはね。そうですね、はい、選手が目の前通ってですねピッチ入ってきますから。さあ柱谷さんが大村さんに代わるということでね、大村選手もすでに引退してますが、ずいぶん長く活躍をされました。順天堂大学から横浜 F マリノス、最後はファイナーレ鳥取でした。さあ高原、いや七海には落とさない、クロスはなったけれど、もう一度ここで七海浮かした、ーシュート、決まった、高原、これはお見事。いやー素晴らしいですね、今ね高原やりました、4対3。七海から中山へ、うん、ドンさんもねこの左足からたくさん点取らせてもらってると思います。そうですよね、本当に高原選手からこれ7秒。いやだけど動き出しが素晴らしいですね、今のね、中山選手の、これやっぱりね長年こうやってるね、はい、この2人での、ね、タイミングですね。高原選手が起点になりまして、七海中山、このパスもすごいんですが、うん、ここに動き出すタイミングっていうか、それがやっぱり中山らしいという。そうですね、はい、うん、あと7もやっぱこうあれですよ、はい、うん、あのゴンさんが考えなくてもシュートっていうね、うん、そういう位置にしっかり出してくれました、ね、なるほどね、もうここシュートしかないというところですからね、はい、いやー、はい、さあその間に、この間にですね、大村選手に代わって柱谷監督が自らピッチに立ちました。一番最終ラインにいますけれども、まあ、放送席、そして会場の皆さん、ジュビロサイドですけれども、まもなくミスターチルドレン桜井さんが背番号17番をつけてピッチに入るようです。桜井さん出番来ました、はい、楽しみです、ワクワクしてきました。どこに入るんですか。右ですね、奥の代わりで、奥選手に代わって入る。サックスブルーのユニフォーム着た今の気持ちは。でもワクワクするだけです、まあ、はい、頑張ってくださいね。はい、桜井さんまもなく入ります。はい、さあ今日はあの土田さんも矢部さんもですね活躍していましたんで、はい、桜井さんにもですねボールタッチたくさんあるといいんですけどね。もうね、はい、もうなんかしそうな感じありますね。今いきなり入っちゃいそうでしたね、ピッチにね。あの副審にあのちょっと、第4の審判にですね制止されましたけれども、交代するためにボールが出てきたような感じでしたけども、今さあ17番をつけた桜井和俊選手が奥大輔選手と交代をしました。さあ奥選手もご苦労様でした。奥選手は多摩大学目黒高校の監督を今されていますね。さあ26分を経過しました、後半です。4対3、1点差となっています。
や CM の間に本島さん、はい、櫻井さんの素晴らしいプレーがあったんじゃないですか。今素晴らしいですね、ピンポイントでね、はい、狙いましたね。今この場面なんですが、左サイドから、うん、これ狙ってきましたよね。そうですね、いやお見事、ポジション取りがいいですもんね。そうですよね、やっぱちょっと長めのキックになりました。やっぱりある程度こう普段やってないとあんま蹴れないと思うんですけれども。そうですね、いやこの後のプレーも楽しみになってきました。さあボールはジャポーネ、左サイドを使っていきます。後半先に点を取ったのはジャポーネでしたが、さあ上昇寺、うまい、そして北沢、さあさらに西澤から、さあ上り一旦戻る、まだジャポーネのボールです。つなぎます、クロス入ってくる、あここにはいない、ゴールキーパー山本博正見送りました。そしてボールはまだ生きています。服部から七海、さらに櫻井、櫻井和俊、藤田、北沢のボール、ジャポーネのボールになりました。中西、バックスタンド側でのプレーが行われていますが、さあ4対3となって1点差。おっと橋田監督から、あこれはどうでしょう森島さん、ミスでしょうか。そうですね、そうですか。ただ今前に怒ってましたね、前に怒った、動けと、はい、さあ今放送席の前をですね、望月茂雄さんが入っていきましたがオフサイドですね。今プレーの方はオフサイド、中山選手、まもなく、あ西田選手に代わって望月茂選手が入るようですね。なんか誰か出てきましたよ、あの奈良さんじゃないですか、交代の。ああ、はいはいはい、そう交代奈良選手ですね。今上げてんの20っていうのを上げてる、この後ろ姿は奈良橋明さんですよ。そうですね、今あの奈良橋さんは望月茂さんがあの代表、あいや代表を務めている SC 相模原で、ジュニアユースの総監督をされてるんですよね。はい、うん、あ西澤選手が放送席の前を通ってベンチに戻っていきます。西澤さんしんどいよもうって今言ってました。あそうですか、一人アナウンサーのリポートでした、放送席放送席、はい、こちらのアップが終わったペナルティのワッキーがいます。はいはい、はい、今日も初滑りということで滑ってないですよ、何も言ってないから、何も言ってないです。番組ではかなり滑ってますけど、もう今日はもうピッチの上ではかなりやってくれる、かなり滑ってるって言わなくていい。いやでも本当に楽しみなんですけど、怖さもありますね。だって前半全くボール回されなかったでしょ。僕はあの1回触りましたから、1回しか触っただけでもう満足してるの。当たり前じゃないですか。何様ですかお前。僕は今 4-3 だから、僕が点取って同点になるのをもう見ててください、はい、ね、でもしそれができなかったら坊主ということでね。よっしゃ MVP 取りますよ、行ってこい。はい、ということでペナルティのワッキーこと脇田康人さんがまもなく、ピッチに出ていくというところですけれども、あの脇田さんはね、ワッキーはあの七海選手とは市船時代にね選手権で対戦してるんですよね、で、大学は選手大学だったんですけども、途中で膝の故障があってサッカーを断念したということなんですけれども、ただ今でもやっぱボールコントロール上手いですからね。そうですね、16番をつけて脇田として名前入ってますよね、今日の。さあ中山佐藤陽平止めました。ゴンさんの頭抱えるシーンが多いです。そうですね、今日はね頭抱えるポストに頭打ちつけてましたね、前半はね。かなり痛かったって言ってました。いやカズさんのヘッドバットがもっと痛かったって言ってましたね。さあどういう交代になるんでしょうか。田中誠選手とですね、脇田康人選手がですね今ピッチの横でですね、まあ腹心を奈良橋明さんがやってるんですが、ここで交代ですね。淡々とやりますよね。そうですよね、なんかすごいいい感じですね、奈良橋さんなんかね。ワッキーさんにはちょっと芝刈りもしてもらいたいなという、芝刈り機やってもらいたいなという感じですよね。
普通では入らないですよ絶対普通では入らないですもんちょっと普通で入るとあまりにもまじすぎる感じありますけどねでも、まあ、J リーグを、ね、目指していた人ですからね脇田さんもねあのサッカーの方もペナルティーが出した時にあの今専修大学の監督やってる源平隆久さんが、はい、あの専修大学同期なんですよね、まあはいはい、清翔では七海選手の同期は源平さんですからね、はい、でなんかあの本を作る時に協力を、ね、してくれてそうですけれども、うん、そのワッキーそして田中元が入りました去年アビスパ福岡に移りましたけれども、まあ、ジュビロのディフェンスラインを放送席そして会場の皆さん中山雅史選手に来ていただきましたお疲れ様でしたすいませんすいませんっていうのおかしいですチャンスをね潰してしまって申し訳ないなと思ってます、はい、いやでも PK を取り七海さんからのアシストもあり、まあ、PK もねなんかいただいたようなもんで、ね、おっと櫻井和俊ヘディングいい感じで攻めてますね僕がいない方がね、はい、あの本当に久しぶりのメンバーとのプレーでもありましたけどそういった意味ではどうでしたかいやあの後ろからすごく指示出していただけるんでねあの非常にやりやすいというか動きやすいですね、はい、あのまだ1点ビハインドですよねジュビロねピッチの選手にメッセージいやこれからでしょう僕抜けましたからここから同点逆転ですよもう決まってるじゃないですかありがとうございます中山選手でしたありがとうございました僕が抜けましたからって言いましたそうするとどうですかね脇田選手がですね MVP になるのか櫻井選手がなるのかみたいなねそんな感じになってきますがさあ高原から脇田おおどうだ脇田回っていくかゴール前迫っているいやおおチャンスを作りましたよいやなかなかこの辺り1対1激しくなっています川村高弘さあ高原もう一度川村か必死で守ってますねチャッポーネムねクロスが入るいいボールだおートラップ藤田うわシュートーラッキーいやーいい形でしたね今のでもね今の入れてたらちょっとありましたよね、はい、この藤田選手味のあるパスからちょっと軸足から離れてしまったような感じだったんですがいやいやいいチャンスをでも演出してくれました周りがうんさあこの後もさらにですねこのあ今藤田選手が落としましたけれどもさっきは脇田選手へのパスでしたが櫻井選手はさっきねあの中山選手のインタビューの間にゴール前入ってましたからねうん今ね献身的に動いてますから1点狙ってる感じありますよ ね、はい、ね高原選手はですねちょっとサイドに行ってですね16番17番脇田櫻井ツートップみたいなね今そんな感じになっていますがさあ藤田からファーッと上げた惜しいさあジャッポーネなかなか繋がらない小山にしそして服部アズリジャパンね土田さんにお話聞きますここまでワッキー脇田さんの動きはどうでしょうかあそうですねあのワッキーが試合に出てからずっと中田秀選手と喋ってたんであんま見てないんですけども、はい、ワッキー出てるんですか一応今日は MVP を狙ってってことなんですけどもあのすごい遠いピッチでおいって言ってますからねあいつピッチから言い返して16番ですねはいこの後土田さんはもう一回出たりしますか僕は全然出ないですよだって中普通の私服着てるもんありがとうございます、はい今は放送席にいたりですねあのベンチサイドでインタビューをしたりですね今はあの選手としてインタビューを受けたりですね今日土田さんお忙しいですねさあちょっと狭いところでつながるか七海からさあワッキー七海高原前にはワッキーがいますが左サイド山西上がってくる前線にはワッキーそしてワッキーの向こう側高台にもありませんワッキー懸命に追っていくワッキー脇田康人走りましたいいですね見せてくれますあれ芝刈りやりました芝刈り機やりましたこれもうラウル・ゴン
ザレスが生まれてから一番面白かったのはこの芝刈り機だって言ってるぐらいの、あのギャグですからね。すごいですよ、世界的なものですかこれ。いろいろ出していきそうですよね。さあ沢登りからつないでいくジャポーネ、岡野俊足を生かすか。七海が前に入りました。北沢、いやー沢登りに届かず。さあ後半も今37分を回っています。七海選手背中というのは汗でもう濡れてますね。今日はよく走りました。この引退試合のために鍛えてきました。前半は10番をつけて元代表チームアズーリジャポーネで見せ場を作りましたが、後半もアシストしています。さあ山西からのコースターが落として、桜井がクリアしたのは柱谷。いい展開だったですけどね。まあ柱谷さん遠慮はしませんからね、やっぱきちっとねやるべきことやりますよね。さあ藤田、高原、そして山西。あ、津田さんまたこちらへ。はい、そうですね。なんかスタッフから戻ってくるという。あ、そうですか、はい、すいませんね。いえいえいえ、あっち行ったりこっち行ったり。そうですね、さっきのベンチのところは監督席ですからね。何気にチラッと見て監督席だったんですよ。哲さんが出ちゃったんで、はい、今そのグリーンカードをですね、哲さんが受けましたね。はい、ワッキーとだけやってましたけども。そうですね、ワッキーのこと削ってやれないんですよ。あいつは削ってこそ生きるタイプですから。もう土田さんも秋田さんも七海さんも森島さん、みんな同い年っていうことですよね。はい、同じ年です、はい、うん。37歳、もうアラフォーって言ってもいいですか。そうですね、もうアラフォーですね。また面白い距離でのこれキックですね。そうですね。さあ、七海のフリーキックを見ましょう。ゴールキーパー佐藤、さあ、もう一度見てみましょうかね、この場面ですが。ちょっと打ち切らなかったかというところなんですけれども、さらに、いやちょっとまだね時間が 6分はまああるんですから、ちょっとね39分待ったところですからね、まだまだいろんなプレーを見たいところです。さあ山西、藤田が下がってきました。その藤田、そしてあんまりプレッシャーいきませんね、ジャポネね。七海からもうだいぶ疲れてきたんですかね。展開しました。河村からクロスが入ってくる。どうだ、いやもう桜井さんですかね。そうですね、桜井さんですね。哲さんがしっかりガードしましたね。哲さんおつなげないですからね。もうさっきからそうですからね。ワッキーでしたね。ほら、また顔ですよ。もう嫌ですね、この顔芸。顔芸なんですよ、もう。今の場面なんですが、ひねりすぎひねりすぎですね。もうあの沢登さんがですね、あのボール来る前に手を挙げてね、あのちょっとオフサイドアピールしたのに気になったんでしょうけれども、なんかプレッシャーかけましたね。さあ、ここは藤さん、おお、終わった、さっき、おっしゃ、決めたか、ゴール。いやいやいや、見せました。いやこれでワッキー4対4同点。帰りの新幹線でベラベラ喋ると思いますよ。4対4になりました。まだ5分あります。すごいですね、面白いですね今の場面なんですが。そうですね、いやよく見てましたね、バラエティ番組でもねこれぐらい見てもらえるとありがたいですよね。周りはね、本当に見事なプレーでした。見事ですね、はい、これとりあえずアシスト1ですから、同点ゴールのアシストですから、どうでしょう、 MVP のお膳立て本人が言ってましたから ね、 ね、決めればこれはワッキーということに。すごいですね、今日はもういろんな方が活躍するサッカーとゲームということになりましたが、柱谷監督から、さあ岡野選手、さあ登り、いやー、ここは藤田、またジュビロボールで高原から、河村から逆サイ、わきた、いいトラップです。右足アウトで上げて、これパスにしたかったんだよね。そうですね、多分桜井さん出したかったんでしょうね。
でも面白かったですね、今のプレーもね。胸トラップうまかったですね、森島さんね。うまかったです ね、ちゃんとゴールの方向にね、トラップしましたからね、さすがです。一応高校時代はね、全国大会出てますからね。そうですね、はい、そうです。だって3年生の2回戦の時が清翔と、そうですね、七海さんと対決してるわけですよね、はい、で七海君をマンマークしたのは脇田君ですからね。そうですね。よし、あっと、だって千葉大会の決勝も幕張高校のサンドの選手とかをマークしたりしてましたからね、はい、脇田君は。すごいですね。さあ、何がですか。いやいやいや、もうそのデータがですよ。データがですか。そうですね。7点マークをつけています。お、桜井、中央へ、うん、さあキャプテンマークをつけた七海のプレー、あとどうでしょう。残り時間、手元の時計では2分半ですが、今日はミスターレフティのメモリアルマッチということですが、桜井、さあ親友同士のパス交換、七海ひろしクロス、打ち切れません。北沢、さあ北沢選手、お、岡ちゃん、なんでこっち見て半笑いになって走ってました。もう粘りますね。あ、いいボール入った。さあ七海、ここチャンスです。ここチャンスですね。チャンスです。いや、バッキー動き出しました。戻りました。左に桜井、これチャンス、クロスが入る。いや、七海はその前、もう一度は来たか。おお、藤田、うまい。高原、桜井、オフサイドですね。うーん、いやー、オフサイド、これはまだまだありそうですね。そうですね、ちょっと今副審の方アップしたのがね、かわいそうですよね。なんかビッシュ前に怒られちゃいますかね。あ、もうちょっと引いたいでよかったんじゃないかなと思いますけども、はい、ただ副審もちょっと申し訳なさそうにね、てましたよね、フラッグを上げてましたね、今。そうですよね、はい、まあルールですから、ね、そうなんですよね、はい、ルールはもうルールですからね、はいはい、今の藤田選手のプレーなんか見ると打ってもいいんだけど、誰かに点取らせてやろうって考えてますね。もう完全にそういうの出てますね。さあ鈴木瀬戸、スローイン、胸トラップうまいですね。うまいですね。そうですね、もう布監督にものすごいしごかれてましたからね。なるほどね。やばいですね。あ、かけてます。朝から始めましたね、今。手元が44分回っています。さあもうちょっと MVP ワッキーはなくなった感じもありますが、そうですね、七海さんがボールを触る機会はまだあると思いますよ。北沢、そうですね、向こうサイド空いてますね。さあ逆サイドから、ロスタイムはありませんね。ロスタイムありませんね。でももうちょっと見たいですね。見たいですね。ドリブル、桜井のドリブル、桜井のドリブル、そして高原、元気なドリブルでした。そして左から山西クロス、いや、見せるな。そう、ロスタイムに入っていました。勝ち越しゴール決めました。これは今日決まりましたね、ミスターレフティー、素晴らしい。いや、やりました、見事なボレー。いやー、胴上げ、胴上げ、胴上げです。そりゃこうなりますね。タイムアップ、そしてそのまま胴上げです。劇的なゴール、すごい、いや、すごい、素晴らしいゴールでした。いや、見事でした。やっぱあれ決めるところがちょっとスターですね。そうですね、あれ決めちゃう男なんですよね。男なんですよ。そうですね。いや、何か最初から台本があったかなっていうぐらいの最後の、ね、場面ですが、いや、お見事、完全なる MVP ですね。そうですね、はい、本当ですね、はい、いや、自らの引退試合で見事に、いや、ちょっと今の場面も見てみたいんですけど、スーパーゴールですよ。スーパーゴール、さて
この後いろいろセレモニーがありますので森島さん、それから土田さん、はい、ちょっとあの今後放送席にはいられないということなので、はい、いや本当今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしいプレーと素晴らしい喋りを聞かせていただきました。津田さんと森島さんが今、選手たちと合流していきます。七海博士引退試合メモリアルマッチ、ミスターレフティ素晴らしい活躍を見せました。七海の活躍がありました。前半は元代表のチームで、そして後半、さあこの山西からのクロスだったんですが、こうなんです、見事なボレーシュート、左足が炸裂しました。山西からここです、七海へ、見事でした。いやー本当に劇的な幕切れでもありました。5対4、本人が言った通りに逆転して、まあ3点のビハインドが一時はあったんですけれども、見事に逆転してステッレ・ジュビロが、勝ちました。ステッレ・ジュビロが勝ちました。さあ、この後は表彰があります。 MIP に輝いたのは MIP 誰でしょうか。アズーリ・ジャポーネの三浦知良選手です。2ゴール2ゴールの和選手ですね。いやー MIP コンチネンタル航空よりグアム往復航空券とレオパレスリゾート3泊分ということですね。いやカズさんもうスーツ着てます。アズーリジャポーネ三浦知良選手にはコンチネンタル航空様よりガム往復航空券とレオパレスリゾート3泊分が贈られます。プレゼンターはコンチネンタル航空日本支社長高橋徹様です。いやーカズ選手見事な活躍でした。素晴らしいゴールを2つも見せてくれました。その他にもね、ボールキープしているところのあの足元ステップ素晴らしかったですね。本日の MVP を発表いたします。さあ MVP に輝いたのはステンレジビロ鈴木秀人選手です。おー鈴木秀人選手が MVP に選ばれました。5対4と逆転勝ちをしたステンレジビロ。安心堂からブライトリングのナビタイマーです。実はつい先日にこの現役引退が表明されました鈴木秀人選手です。この放送は静岡県袋井市のエコパスタジアムから実況生中継でお送りしています。エコパスタジアムからお送りしております。七海博士引退試合ミスターレフティのメモリアルマッチということでお送りしてまいりましたけれども、最後は5対4ステッレジュビロが七海博士の劇的なボレーシュート、後半ロスタイムに決まりまして5対4とジュビロが勝ちました。七海さんは前半は、元代表チームアズーリジャポーネこちらで活躍をしました。いろんな見せ場を作りました。仲間には中田選手や中山選手そして MIP になりましたカズ選手がいました。素晴らしい活躍を 見せてくれました。まさにその左足は私たちを魅了してくれました。14年間でした。引退から1年、今日引退試合が行われました。このエコパスタジアムには4万人を超える大観衆が集まりました。そして七海博士のサッカーの仲間たち、芸能界からも、応援がありました。そして元日本代表そして元ジュビロ磐田、ジュビロ磐田の黄金時代を作った選手たち、そしてフランスワールドカップで頑張った選手たち、多くの選手が集まりました。日本のそのサッカーの歴史が凝縮されたようなそういったメンバーが出てきました。素晴らしい、活躍をそして七海選手はこの舞台でも披露してくれました。見事な試合を選手たちは披露してくれました。日本のサッカーこれからも盛り上がっていくんではないでしょうか。今日の中継は実況伊藤でお伝えしました。リポーターは紀藤理恵松永直子でした。エコパスタジアムからこの辺りでお別れします。